ガツンと一発。ヒマラヤスポーツ春日井店厚田です。よろしくお願いします。お願いします。本日はこちらのプーマカーボン入りランニングシューズ DB8 ニトロの紹介をしていきたいと思います。誰でも履けるみんなの厚底がコンセプトのこのシューズの機能性を紐解いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは商品説明していきたいと思います。まずこちら重量なんですけれども、27センチで約 255g、幅に関しては大体ね 2E から伸縮があるな素材になってますので、スネーまで、対応が可能になっております。でね、ドロップなんですけれども、こちらねメーカーさん非公開なんですけれども、私が履いた感触では大体、6から、8ミリぐらいのドロップが、かかってるんじゃないかなっていうふうに、感じました。比較的フラットめってことですね。そうですね、はい。こちらの DB8 ニトロですが、あの有名なねサニブラウン選手も普段のジョグや LSD で、使用しております。まあ、プーマといえばサニーブラウン選手もそうだし、はい、ウサインボルトも有名です ね、 プーマの主要選手、はい、それでは細かい商品説明お伝えしていきたいと思います。まずこちらのアッパー部分に関してですが、エンジニアードメッシュ採用されております。非常にね軽くて伸縮性がある素材になっております。皆さんご存知ですか、エンジニアードメッシュ。こちらね場所によって縫い方を実は変えてるんですね。しっかりねサポートしてほしい部分はこう密に縫われてます。逆にフレキシブルに動かしたい部分に関してはこうゆったり縫われているっていう風になっております。ではこちらのアッパーなんですけれども、そういったね縫われ方をしてるんで、足幅にこう悩まれているねランナーの方だったり、こうつま先のフィット感にこだわりのあるねランナーの方にね非常におすすめになっております。エンジニアのメッシュって、はい、こう生地の種類のことかと思ってたんですけど、そういう編み方でこう、はい、特徴を加えているような生地なんですね。そうなんです、はい、で代表的なモデルでアシックスのメタスピードシリーズとか、はい、あとナイキのズームペガサスとか、いろんな代表的なシューズで使われてる、はい、あのアッパーの素材ですね、はい、非常にね人気の素材になってます。そして次はですね足首周りになってます。皆様ご覧ください。ここね非常に薄くなってまして、この部分もね軽量化が図っております。でねその下のあたりになるんですが、くるぶし周りですね、こちらのクッションの素材が入っております。このクッション材のおかげでこう着地内側になってしまったり、こう外側になってしまった場合でも足にね負担がかかりにくくこうなっております。このね足首周りなんですけれども、あのよくねこうくるぶしがねこう当たってしまって靴ずれ起こしてしまう方いるんですけれども、非常にね柔らかく軽い素材でクッションもね入ってるんで、こう靴ずれがね起きにくい仕様になっております。非常にね細かいところまで考えて作られております。ちょっと僕はサポートが緩いなって感じたんですけど、はい、で走ってると逆に足首がすごくよく動いて、はい、走りやすいなっていう風に考えが変わってきましたね、感じ方が。そうですよね、僕もねこう柔らかくて初めて、いつもの履いてるランニングシューズよりもルーズかなって思ったんですけれども、履いてるうちにめちゃくちゃねこう馴染んできて、そういったこう緩さとかっていうのは一切感じなくて、逆にねこうなんていうかな、足首がそんなにガチッと固定されずに非常に走りやすかったです。続いてはミッドソールの説明をしていきます。皆さんご覧ください。こちらニトロって書いてあるんですが、こちらですね窒素です。窒素で特殊素材に窒素ガスを噴射してね、このねニトロフォームが完成してます。こちらのねニトロフォームなんですけれども、従来のね EVA に比べて耐久性、あと反発性がね非常にね良くなってまして、さらにね重量においては約 46% も軽量化になっております。つまりねこう軽くなってるのに耐久性のね反発性っていうのがね非常にね良くなってます。おまけにね熱耐性っていうのもねすごくいいんで、毎日ガンガンね履いていただくことができるこのニトロフォームになっております。つまりこうタイムが上がってきたりとか、あとランニングを毎日楽しんだりとか、そういうのにすごく寄与するような新しいフォーム、ニトロですね。そうですね、もう革新的な素材になってます。そして続いては皆さんがねこう気になってるカーボンプレートの説明になります。
こちらね、クーマで通称イノープレートって言われるカーボンプレートがね、フラット気味に入っております。このね、カーボンプレートに関してなんですけれども、まあ、従来のシューズってね、こう傾斜がこう強くてね、上級者のランナーの方にこう向けたね、こうプレートの入り方をしてたんですけれども、今回のこのクーマのシューズはこうフラット気味に入っているので、どんなねランナーの方でもこうカーボンプレートのね恩恵が受けやすいシューズになっております。じゃあフォアフットやミッドフットの方はもちろん、はい、僕ら一番多いようなヒールストライクの人にも十分に恩恵を受けれるようなカーボンシューズってことですね。はい、あのね、どこでね踏んでもね本当に曲がりやすく押し上がってますね。でさらにですね、こちらのカーボンプレートなんですけれども、実はですね、先が二股に分かれてます。二股に分かれていることでしっかりとね安定して蹴り出しができるっていうのと、こう内側寄りまたはね外側寄りでこう着地してしまう方に関してもしっかり安定して走ることができます。さらにさらにこうランニングのね終盤、こう足に負担がかかって疲れてきてしまっている時も、こちらのね二股のカーボンプレートが足をねしっかりと支えてくれます。つまりスイートスポットがすごく広いシューズってことですね。その通りです。ではね、こちらのカーボンプレートなんですけれども、こう二股に分かれてるんですけれども、実はね薬指と小指側にこんな感じで分かれてます。でこれね、なんでかっていうと、こう薬指小指側ってやっぱり力が入りにくいんですね。なのでそこのね少ない力でもカーボンがしっかりね屈曲するように、小指とね薬指に負担がかからないように、面積が少なく実はなってるんですね。本当にね素晴らしい、しっかりねよく考えてね作られてるなってねすごく思いました。あのアシックスのマジックスピードとかも確かカーボンちょっと小指側に工夫されてましたよね。そうですね、こう少ない力でも屈曲がねできる、カーボンの恩恵が受けられるように、あの工夫して作られてますね。こうね、いろいろなねカーボン入りのシューズが各メーカーさんから展開されてるんですけれども、ここまでねこう今からランニング始めるビギナーのランナーの方や、サブ4から 3.5 までねこう狙うねランナーの方をねこう対象にしたシューズって他にないんじゃないかなと思います。ほんと仕上がってますね。ほんとにね、ここまで仕上げてきたプーマって感じですね。はい、あとね安定感の部分なんですけれども、実はねこのアウトソールね結構広めに取ってあって、しっかりとね安定させて走ることができます。で加えてこちらの TPU プレート、こちらもねヒールストライク時着地時にしっかりとねこう安定してくれてます。厚底なんですけれども、こういったねこう工夫がされていて、しっかり安定感がある厚底シューズに仕上がってます。こちらですね、今回新しくスペクトラシリーズっていうのが発売になりました。こちらね、デザインがね、スペクトラデザインっていうね、非常にね、こうカラーリングもね、こうかっこいいモデルになってます。で、さらにアッパーがね、厚くなってるんで、フィット感、ホールド感がね、格段に良くなってるシリーズになっております。足の幅がちょっと狭い人はスペクトラ。で、ちょっと広いなって感じる人は通常のモデル履いてみると、なんかすごくフィットするような気がします。そうですね、ぜひぜひ店頭でね両方履き比べてみてください。最後はこちらのアウトソールのご紹介になります。皆さんランニングシューズを選ぶときにこう重要視する部分あると思うんですが、私の場合はこのアウトソールになっております。やっぱりね全体重をねこう委ねるんでね、ここがね一番ね私重要視する部分になっております。こちらですね、プーマグリップが使われております。で細かいね溝が入ってるんで、しっかりとね食いついてくれます。こう濡れた路面とかね、こう濡れたマンホールの上とか、滑りやすいこう道路とかね、しっかりとねグリップして安心して走ることができます。こちらのプーマグリップなんですけれども、私ねアディダスのねアディゼロのボストンも履いてるんですけれども、あちらのねコンチネンタルラバーのグリップもね非常にいいんですが、今回のこちらのプーマグリップもね本当に同じようにね非常にグリッピングしてくれて安心して走ることができました。では今回ですね、こちらのニトロシリーズの中でも一番ねクッション性が高いと言われておりますマグニファイニトロ、こちらもね試し履きをしてきました。27センチで約ね重さが 312g、非常に全体がね肉厚の作りになっております。
まあ、プロフォームっていうミッドソールを使ってるんで、こう安定感があるミッドソールを使っていることでちょっと重量が重くなってるみたいですね。そうですね。ただですね、ミクロフォームが使ってあるのでクッション性とかね、反発性、軽量性っていうのが出てるんで、体感重量としてはですね、そこまでね重く感じずに走ることができました。あとアッパーとかもちょっと分厚くなってたりとか、あとタンの部分も厚い、ヒールカップもすごくクッションがいい、分厚くなってるんで、そこが全体を包んでくれる感じ、それはリビエイトニトロよりもマグニファイの方がすごく感じることができました。そうですね、こちらのマグニファイニトロですが、実際にね、リビエイトニトロと一緒にインターバル走で試し履きをしてきました。タイムとしてはほぼほぼ変わらないタイムでした。で、ね、こちらの方がやっぱりクッション性、安定感が高いんで、まあ、足やね膝に不安がある方だったり、まあ、ジョグや LSD がメインの方にね、非常におすすめのシューズじゃないかなっていう風に私個人的には感じました。もちろん初心者にも、はい、履いていただきたいですね、はい。で、インターバルだったんであれですけど、距離をもうちょっと長い距離走るようになると、カーボンのいいところが出て、リビエイトの方がちょっとタイムが速くなる、結果速くなるような感じはこう走っててありましたね。今細かい商品説明お伝えしていったんですけれども、こちらのシューズでね、私走ってきましたので、そちらの動画もご覧ください。濡れてるところもちょっと走ってるんで、それも見てください。はい、はい、見てください。本日は7月の18日、オープンになりました、こちらですね、朝宮公園陸上競技場スポーレ春日井で、ちょっと今日プーマリビエイトニトロ、試し分けしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、アウトソールの紹介していきます。これ見てください、プーマグリップ、これをねしっかりこのラバー素材がグリップしてくれて、路面環境が悪くてもね、速いスピードでもしっかりとね地面に食いついてくれます。ちょっと下見ていただいてですね、このサーフェスですね、まあ素材がいいんでしっかりグリップするんですけれども、こんな感じです。いいですね、いいですね。で、逆に濡れたマンホールがねちょうどあるんで、ここねみんな気になると思います。こういうとこ滑りやすいんで、ここ見てください、これ本当ですよ、すごいしっかりグリップしてくれるんで、もう安心ですね。で、濡れた状態でちょっとツルツルのところ行ってみましょうか、はい、いいですよ。あ、もうバッチリです。信用できる。うん、もう安心ですね。はい、ちょっと見にくいですけど、これ 400m トラックです。からの、はい、リビエイトニトロ、これが実はこのカーブがですね、あそこの 400m カーブイメージされてるんですね。かっこいいですね、そうやって見ると一段とめちゃくちゃかっこいいですよね。ただのマークじゃない。はい、じゃあそれではマグニファイニトロ、こちらですね、こちらで走っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、お願いします。はい、
はい、お疲れ様です。感想は？いいシューズ。620m、3分23。よし、よく頑張りました。どうぞ、待ったじゃん。はい、じゃあそれでは杉山さん、TV8 ニトロで走っていただきます。春日井のいぶし銀。じゃあよろしくお願いします。いってらっしゃい。ラストラスト。はい、お疲れ様でした。じゃあタイムを。平均ペース3分40秒だから、はい、これで2分1 55、3分40、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでした？いや、6着で走ることって普段ないから、短くても僕だって10キロやっぱりいつも走るから、これ短い距離走ることなくてタイムトライアルも初めてで疲れた。お疲れ様でした。ペースが分かんなかったっす。はい、戻ってきました。今回はね、こちらのプーマのカーボン入りシューズの説明をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか？誰でも履けるみんなの厚底、プーマのディビエイトニトロ、はい、伝わりましたか？はい、こちらが春日井店のプーマコーナーになっております。こうね、モニターとか流れてますんで、こんな感じですね。ぜひ来てみてください。はい、こちらがメンズのディビエイトニトロ展開になります。こんな感じですね。はい、こちらがレディース展開のディビエイトニトロになります。はい、では今回のこちらプーマのディビエイトニトロ、いいなって思っていただけましたら、ぜひぜひ店頭で履いてみてください。ご視聴ありがとうございました。今回のディビエイトニトロの動画、いかがだったでしょうか？面白いと思っていただけた方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価、低評価、コメントもお待ちしております。それではみんなで、ね、スポーツするならヒマラヤ、スポーツするならヒマラヤ。